はようございます、今日は僕がよく行くブローチャーズから近いごはん屋さん紹介第2弾ということで、それでは行ってみましょう。ということで、カップラーメンの千日前店に着きました。ここは僕がよく昼休憩の時に来てますね。それでは早速行ってみましょう。ここはですね、キムチがなんと食べ放題ということで、早速いただきたいと思います。はい、これなんですけど、これ実は揚げニンニク、ニンニクはまあ簡単に素揚げしたものなんですけど、これ実はこれも無料だということで、すごくいいんですよね。ちょっと一回食べてみたいと思います。ホクホクで美味しい。僕が注文したメニューはカップラーメンの煮卵入りなんですけど、まあ、カップラーメンの良さは、まあ、豚骨ベースで結構僕はガッツンとした味が好きなんで、これにこの生搾りのニンニクも打ち込むスタイルでいつも食べさせてもらってますね。まあ的な感じですかね。はい、ラーメンではなんと平日替え玉無料っていう、すごいお得なんですよ。ごちそうさまですっていうことで食べ終わったんですけど、まあ替え玉も無料でキムチも無料なんで、すごくコスパもよく美味しい店なんで、ぜひ皆さんガイドの中とかもぜひ来てください。ここカッパラーメン千日前店ですね。僕がよく行くところ、ここね、テンション上げていこうと思います。クスノキとアイムさんが向こう側で撮ってるので、僕もね、カッパ愛というものがありますので、こっちで撮っときます。カッパラーメンですね。僕大学生の頃から来てるんですけども、まずですね、僕は黒ガッパというものを頼むんですよね。で、こういうマー油入ったやつ、マー油入ったやつを食べます。で、揚げニンニクっていうやつもあって、これ無料です。キムチも無料、バカ臭くなれます。完璧です。で、僕麺の硬さ、粉落としっていう一番硬いやつでいきます。そして平日これ替え玉無料券まで来るんですよ。最高でしょ。じゃあ食べます。
僕の回じゃないんですけどね、僕も撮っちゃってますね。あ、僕ちなみに白ごまも いっぱい入れるタイプですね。はい、粉落としです。まあ、クスノキの動画どんな感じなんですかね。はい、こちら焼き塩ってのがありますね。これちょっと入れます。味をちょっと調整する、あ、焼き塩ってのはい、これをね、入れることによってね、もう仕上がります。さあ、この僕の動画はお蔵入りになるのかどうか。では。